こんにちは、Easy モデラーズルームへようこそ。今回は前回の BMW に続いて英国のオートバイノートンをカフェレーサータイプで作ります。コマンドはタンクとシートレールの形状からカフェレーサーに変更しにくいスタイルですが、違和感なくまとめることができれば成功です。では早速作りましょう。エンジンのフィンは1枚1枚が別部品です。バネは溶白線で作る指示です。チェーンはリアルですがビニール製で下地処理塗装が困難です。タイヤは中空です。このキットはエアフィックスの金型の再販です。銀塗装で使う塗料の比較です。塗装面が丈夫でクリアコートが可能なフィニッシャーのシルバーです。比較結果は概要欄に記載しました。まずはメッキを剥がします。キッチンハイターです。ホイールはジグを使います。ハブのリムからのはみ出しはゼロです。シャフト径を合わせセンターを出します。このハブはスポークの穴の位置を示すモールドがあります。モールドに合わせて穴を開けます。リム側の穴はスポークの角度に合わせて開けます。リムを合わせて接着面を消します。スポークは 0.5 ミリのステンレスバネ線です。スポークの位置を合わせます。ニップルは内径 0.6 ミリの真鍮パイプです。片方のスポークが終わったらジグから外して反対側のスポークを貼ります。前輪のブレーキカバーには吸気口と排気口がありますので開口します。排気口にプラ棒を埋めます。ブレーキアームに筋彫りを行い、ディテールを明確にします。シャフトとロッド関係は、蒸しピンと真鍮パイプ、アルミパイプで作ります。吸気口に真鍮メッシュを切って貼ります。
複雑な形状のエンジンのフィン。シリンダーヘッドの形状が少し変ですが、この時は気がつきませんでした。フランジの形状が斜めに欠けています。ここの部品を薄くしてプラ板で作りました。オイルコネクションをアルミパイプとウェーブのボルトセットとピンで作ります。キャブレターはよくできていますが、省略されている部分を追加します。エアクリーナーはエンジンと同じ大きさなので取り付けません。代わりにファンネルにメッシュを貼ります。キャブレターのメッシュを真鍮メッシュとビーズで型を取って作ります。塗装はオキサイドレッド、銀で塗装してメタリックグレーでウォッシングします。さらにグランドブラウンでウォッシング。シリンダーの下部を黒で塗装します。クロームシルバー、チタンゴールドでドライブラッシュします。最後に半光沢でコートします。
ケーブルを接続します。シリンダーヘッドのオイルラインをアルミパイプと蒸しピンで作ります。高価なグレードアップなパーツは使わずに簡単に済ませます。カバー類のボルトは切り取って、ウェーブのボルトセット、真鍮パイプで追加します。エンジンのマウントには盛大にくぼみがあるので、縦を埋めます。アジャスターをプラボー、真鍮パイプ、ボルトセットで作ります。エンジンマウントはすべてボルトで留めます。フレームの接着部分に 0.5 ミリのプラ棒を使って溶接跡を表現します。シートはレーサータイプにしますので、フレームのシートレールをカットして短くします。エンジンのマウントブラケットは厚いので薄くしてボルトを追加します。このキットの特徴は、部品はボルトを使って組み立てることです。タンクに合わせたシートの大きさが決まりません。シートレールを切り取って、この部分にウインカーを埋め込みました。
フレームは銀、メタリックブルーで塗装しました。マルチブラックで墨入れします。ウインカーにミラーシートを埋め込んでクリアオレンジで塗装します。そして UV レジンでガラスを作ります。コイルはプラ棒とプラパイプで作り直します。配線口、ボルト、反射板を追加します。リアサスペンションはシャフトをアルミパイプで作って溶白線でスプリングを作ります。スプリングの長さは24ミリで巻き数は11です。リアフェンダーは薄く短く加工しました。チェーンはビニール製、ソフビのプライマーを使って塗装しました。フロントはプラパイプでインナーチューブを作り、ボルトを追加しました。ヘッドライトの表示灯は内径 0.6 ミリのアルミパイプ、UV レジンで作ります。
ハンドルはライズを低くして幅を短くカットしました。ブレーキアームは動きます。ボルトやスイッチを追加してディテールアップします。メーターのデカールは死んでました。ピンと 0.5 ミリのプラ棒で指針を作りました。シートレールを短くしますので、マフラーも短くカットします。プラ板とプラパイプで排気口を作ります。マフラーの焼けを表現します。クリア系の青、赤、茶色です。鉄のマフラーなので、こうは焼けませんが、こちらの方が綺麗なので。タンクは合わせ目と隙間をパテで成形します。ノートンのロゴのデカールをレーザープリンターで作りました。オイルタンクはオイルの注入口を真鍮パイプで作ります。カフェレーサーの聖地、エースカフェのシールをレーザープリンターで作ります。シートは1ミリ、0.5 ミリのプラ板、2ミリの
プラ角棒で作ります。ストップランプはウインカーと同じ素材で作りました。シートはパテで作りました。シートも数種類作ってタンクに合わせました。タンクが細長く、シートレールがタンクより幅があるので違和感が生まれました。シートの幅と長さを調整して違和感のないところを探しました。爪楊枝でテクスチャーをつけて縫い目を追加します。黒のラインを描きます。そうすると少し細く見えます。ストップランプにミラーシートを詰めてクリアレッドで塗装し、 UV レジンでガラスを作ります。キックアーム、フットブレーキ類にディテールを追加します。シフトペダルを紛失しましたので、アルミパイプで作りました。フットブレーキを虫ピン、アルミパイプ、0.8 ミリのビニールチューブで作りました。
燃料ホースに着色します。スタンドにスプリングを追加します。完成です。ぜひ最後まで完成写真を見てください。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の模型でお会いしましょう。